おお、今夜は新しい武勇伝が聞けそうだな。皆様こんにちは、ハーフストーンの実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょうという形でございます。皆様、ワンナイトインカラザン、どのようにお楽しみでございましょうか。私セントス、動画でやろうと思ってまだ全然進めておりませんので、今日はこのワンナイトインカラザンを中心にお送りしていきたいというふうに思っております。ズプラー開演準備、よし開けていきましょう。オープンゲット。カラザンのカレーモローズにございます。モローズ、メディブ様が消えてしまわれました。塔の最上階のポータルを使って旦那様と今夜のパーティーをお救いください。なるほど、確かにこの序章でですね、メディブはさらわれてしまいました。それを何とかしたいとモローズが言っておりますよと。メディブ様がいないとこの塔は収集がつかなくなってしまいます。そうなんだ、銀色器ゴーレムコントロールしているはずが暴走してしまっていると。パーティーはマジで大事ですからね。それはちょっと応援していきましょう。何のデッキがいいのかちょっと分かりませんからね。あ、まあでも割とどうなんだろうな、割とミニオン出して殴りますみたいなデッキの方がもしかしたらまずはいいのかもしれませんよね。どんなデッキか分かりませんからね。ヒーローパワー、そういや見忘れました。レクサー、あ、ゴーレム、バーサス銀色器ゴーレムだ。だー、ダンスって楽しい、二人の時間だ。いいと思います。ダンスって楽しい。お、あれは永続型のヒーローパワーかな。銀色器たちは共闘しています。囲まれてしまいました。ヒーローパワー11の皿を1体召喚する。あ、それは強いな。となったらそれは明治の方が良かったかもしれませんね。さあ、おすすめの一皿だ。メインディッシュ、かわいい。ブーン、なるほど、こいつはこいつはこれ強いな。これちょっと明治にしてみましょうか。スナックリとかも入ってるんですね。食べ物系のカード勢ぞろいといったところでしょうか。こいつのメインディッシュ。じゃあファン、お一つどうです、ファンネルケーキみたいな人もいるのかもしれない。わあ、すげえ、プレイングもバッチリ。これは結構苦しいですよ。できればこう1点1点で、この1点がここに飛んでくれるといいなと。わ、すごい。え、このデッキ使いたいんですけど、相手の方のこのデッキ、うひょー、完全にガマをシカトされてますね。いいな、印象機デッキ、パワーを感じますね。メインディッシュ、メインディッシュ、フォーク楽に1枚目。待って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 、すっげえきついんですけど。え、これどうしよう。俺は一人で、ここは倒して倒して倒した方がいいのかな。俺は一人で狩る。こいつのメインディッシュ、メインディッシュ、1枚、2枚、3枚、ほら、どんどんくれ。うひょー、こいつは困りましたね。強この皿でも皿の機能を果たすことはなさそうですよね。お茶はいかが。え、
ともかんとも。光が守ってくれます。とりあえずこうか。あれは由緒ある品だった。すいません壊しちゃって。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。でもあーメインディッシュ。うわ、盤面を取った方が良さそうだよな。オールフェイス行くと12、14、17点か。倒せないですもんね。私は戦います。さ、このお皿をね、あんまりパワーアップされると困るんですよね。はい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 。だかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16,21,23。ゲイ。私は戦います。いや、なんとか勝ってよかったですね。いやそれはあ、お岩さんでしょ。わーい、わーい。なんとかありそう。おー、殺意のフォーク。これね、アリーナでちょっと使ってみたんですが、ま、ちょっと厳しいかもしれない。炎症期ゴーレム。このカードを発揮した場合、このミニオンを召喚すると。強そうですね。うまく機能すれば。では次行きましょう。メディブ様はお客様を褒めたたえるよう鏡に魔法をかけたのですが、メディブ様がいないと、実際にご覧ください。へー、なんか超ディスってくるんですかね。浄土型ヒーローパワー手札からミニオンカードが使用されるたび、そのミニオンの11のコピーを1体召喚すると。なるほど、強そうだな。バーサス魔法の鏡。鏡。何だってんだ。江戸っ子になってるじゃないですか。何だってんだじゃないっすよ。面白すぎるでしょ。なるほど。序盤耐えてフレームストライク行きたいですが、断末魔持ってるミニオンをバンバン出してきそうだなって気はしますよね。お前らブサイクだな。ひどい。そのカードオレンジのお気に入りだ。お前はマグマレイジャーか。マグマレイジャー絶対使いませんけど。随分雑にスペルを使ってきますね。おお、なるほど。デッコロというところみたいですね。マナワームー、そしてもう一体マナワームーと。これは厄介ですね。うわ、これテンポ取れないな。鏡さん、一番美しいのは誰？誰？うん。お前じゃねえよ、ジジイ。ひどい。よし、出しました。そんなのをデッキに入れてんのか？いや、いいじゃないですか。え？ちょっと待って、これ向こうだけじゃないの？寒い。え、強すぎなんですけど。
なんかもうヒロイクノーになってましたね今ね。もうじきネファリアス教が到着なさい。ネファリアス教、あの方がどう思われるか、ああ考えるだけでも恐ろしい。そうですよね、鏡が変なこと言ったらやばいですよね。デブッチャスの間違いだろ。デブッチャス、雪玉だ。あーきついこれ。総崩れの恐れありですよ。なるほど。はいはい、いいんじゃないですか。お前の母ちゃん、マルク、お前の母ちゃん、お前の匂い、言うこと違った。どうしようかな。あ、フレームストライクやってもいいですが、じゃないでしょうか。これ終わったよ。全く鏡の機能なしてないですよね。鏡の中心にあの顔があってもしょうもないですよね。これはリーサルいけるんじゃないですか。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 点、9足す7は終わりです。イカ様、ただ殴っただけですけど顔が。お見事、オペラ劇場への階段はすぐそこです。オペラ劇場楽しそうですね。自分がこの呪文を使うたびにミニオンに体力1を付与する。あ、好み呪文じゃない、呪文をですね、魔力異常体、そして食糧庫雲と。これは結構アリーナで使ってる方いらっしゃるんで知ってますね。一段がいっぱい出てくるやつですよね。あ、これはチェス。メディブ様、またチェスの駒を出しっぱなしにして、どうやらこれは面倒なことに。え、あー、こういう感じか。一番左のミニオンを破壊するっていうのはなんか前までもあったような気がするんですけどね。どうしたっけな。白のキングだ、バーサス黒のキングだ。デッキ選ばせてもらえない。誰も倒産する。なんだこれ。構え構え、なんかスエッソンステロみたいな声ですね。マリガンしたらこれ別のカードになるのかな。あ、いろいろあるんだ。これどうするんだろう。ちょっと分かりませんね。こちらでは駒はあなた様のターンの終了時に自動的に攻撃を行います。はいはい、オッポッション、終わったよ。とりあえずやってみましょう。ちょっとルールが分かりませんからね。アンパッサン、このミニオンと接している敵にどういうこと。1ダメージ、アンパッサン、はあはあはあ。駒が2体の敵に挟まれている場合はその両方を攻撃できます。へえ、はあ、
ボンポスター終わったよ。アンパスさん、はあはあはあ、適切な配置こそが勝利への鍵でございます。なるほど。積極的に2回攻撃を狙ってください。わかりました。このミニオンと接している敵に2ダメージを与える。隣接するミニオン体力を2ずつ回復する。隣接するミニオン体力を2ずつ回復する。でも相手ヒーローパワー使ったらめっちゃ厳しいですよね。まあ、こっちも発見できるんで後半は強いでしょうけどもね。どうしよう。回復したいかな。まあとりあえずやってみましょうか。終わったよ。つけよう。あー、ビショップね。そうか、攻撃する順序っていうのも大事になってくるのかもしれませんね。お、なんだこいつ。突撃ヒーローを攻撃できない。はあ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 、これは強いぞ。いや、これすげえ頭使いますね。全然わからない。あれ、ちょっと待って、こいつら殴れるんですか？殴れませんよね。自動攻撃ですよね。え、今この人殴っていきませんでした？あ、そうか、前に誰もいなかったから。いや、難しいな。てか、いつヒーローパワー使ってくるんでしょうね、イカ様。これどうしよっかな。てか、ビショップ倒せませんよ。全然わからないな。ちょっとずつ減らしていかないといけませんから。こうして、白くをつけようぜ。あ、どうしよう。苦しいな。回復、回復と。いや、ヒーローパー使ってこないのは本当助かります、ね。他のお客様方が外に行列していらっしゃいます。待って、急ぎます。間もなくオペラ劇場ですが、急がなければ。はい、選べるんだ。白かな。白ほんと強いですよね。ビショップを先に倒した方が良さそうですね。ビショップか。
いや全然わからないですね。どこに配置するのがベストなんでしょう。いやーこれ難しいな。あーちょっとずれちゃった。まあいいや。全然わからない。いやこれ難しいですね。おやられちゃいましたね。はい、ちょっとずつ減らしていかないとな。でこれってクイーンが使えますから使っていきましょう。4点ダメージ。あいつは殴って倒せるから4点ダメージ与える。チェックメイト。まず1体は倒して、終わったよ。ナイトが来ましたか。ビショップいりますねこれ。どうしよう。とりあえずでもクイーンがいてくれて4点ダメージが当たるので、チェックメイト。終わったよ。ちょっと白黒つけよ。白黒つけよ。こうねヒーローパワーですよね。いやしかしこれは全然悪くない気がしますね。でもねあんまりバニミニオンを出しづらいんですよね。そうするとフェーズに行っちゃうんで盤面を除去しづらいんですよ。おっしゃと嫌だなあ。でもこれじゃダメか。もう一体出さないと。
パンパンパン。え、めっちゃ面白いですね。これ考えた人すごいな。え、もうこれ勝ち確でしょ。もう適当でいいですよね。アンパッサン。アンパッサン。なるほど。これ面白いな。いや、これヒロイックはでも大変そうですね。でも面白そう。お見事。この調子ならパーティーに間に合う時間に塔の最上階にたどり着けましょう。ありがとうございます、モロズさん。象牙の騎士、たび呪文一つ発見する。発見された呪文のコストに等しい体力を回復する。キングを守れ。敵のミニオン1体につき挑発を持つ11のボーンを1体召喚する。え、強くないですかこれ。え、すごいな。でもそうか、突撃がないとこういうのってあんまり意味がないのかもしれませんね。いやでも強いと思うな。はい、という形でですね、今回3つのザ・パーラーストーリーを進めさせていただきました。お、そして魔力最高士って読むんですかこれ。ハンター、あ、これ使われました。なんか今秘策ハンターみたいな流行ってるらしいですよね。おら、強いんですかね。使ってみないと分かりませんね、こういうのはね。クラッチチャレンジがアンロック、これもまあ追ってやっていきましょうかね。あの階段を上がればオペラ劇場がございます。バーンズならすぐに通してくれましょう。なるほど、かしこまりました。では今回の動画はこれにて終了とさせていただきます。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。